4月13日、東温市下林の浄土寺で神仏合同祈願会が行われました。松山周辺にある伊予七福神霊場、寺院四家寺と神社三社が一堂に集い行われるこの神仏合同祈願会は今回で4回目です。今回は福禄寺を祀る浄土寺で行われました。この伊予七福神は松山周辺で神仏混合で七福神参りをしようじゃということで20年ほど前ぐらいですね、やりだしました。大体の日本は神仏混合の民族でございますので、元に帰ったということでございましょうか。この祈願は今年で4回目でございます。檀家の方とかうちの信者さんとか集まっていただいております。東日本の大震災がありまして、一日も早く復興できますようにというご祈念ですね。ご遠方でありますが、本当亡くなった方の追善供養ということでございます。あふれる光で照らし続けてくださいますように。七福神というのは信仰の入り口のようなところがございまして、これからいろんな信仰に入っていくんじゃないかと思いますので、入り口で結構ですので、一人でも多くのお参りをしていただきたいと思います。参列者たちは日本の復興、世界の平和を祈願していました。